初めてですよ、陸軍が。はい、でなんで来たのかと、僕ちょっといろいろ考えて。不穏な感じですね。そうそうそう。うん、つまり、ね、今、世界は、ウクライナにロシアが攻めて行って、もう1年以上ですよ。もうじき1年半ですよ、うん。これがまだ延々続くんですよ、これから。まだ。はい、まだまだ、うん。そしたら今度、イスラエルと、昔からのあの領地問題のガザ地区。はい、あそこに、昨日、24時間以内にガザ地区北東部は全員民間人はのけとけと通告したんです、うん、はい。ということはもうじき今もイスラエルは地上戦、戦車とか歩兵を送り込んで侵攻してるわけですよ、うん。そしたら当然ガザ地区にいたイスラム系の人らはもう世界中で反アメリカ、反イスラエルのテロ活動を始めるわけですよ、うん。そうなったら今までアメリカはウクライナに援助するだけでも頑張ってたのに、同時にイスラエルにも援助して頑張んなきゃいけない。世界中のテロリストを抑えなきゃいけないって、もう手一杯になる、はい。そこを北朝鮮の金正恩がつかないわけがない。だから必ず来るんですよ、北朝鮮がもうじき韓国に向かって。その時にアメリカはとても守れないんですよ。だって今やイスラエルを守るのが一番大事なんです、アメリカにとっては。ね。そしたらね、韓国で、なんかいろいろやってる暇もないし、弾薬もないし、もう。守りようがない。守りようがない。はい、だって、韓国に駐留してた、アメリカ陸軍が持ってた、榴弾砲の弾とかはすでにウクライナにやってんですよ。はい、だから、手薄になってる。ということは、今、北朝鮮が韓国に攻めてきたら、アメリカは自国の駐留陸軍の兵士たちを守るために何しなきゃいけない。戦わせちゃダメだよ。負けるから。逃がす。逃がすには、とりあえず日本に逃がすのが一番手軽で安くて確実。その相談にアメリカ陸軍警備隊がまずやってきて、タイミング的に。タイミング的。もう絶対それだと僕ね、そこ横つたで手を振りながら、手を振りながら、もちろんミリタリーを取り出して振って、よかったらこの車、ね、使いの古したら俺によこせっていう感じで手を振ってて。伝わりましたか？いや、わかんないけど、その反面、頭の中では考えて、あ、こいつら逃げる気だと。絶対逃げてきます。で、まあ、日本に逃げ込んできたら、まあ、そこまでは向こうは追撃しないから、はい、アメリカとしても自国の陸軍の兵士を守ることもできる。それをウクライナとかイスラエルに派遣することもできる。だからね、これね、やっぱりね、日本はね、国連軍として言ってるアメリカ軍が、いざとなったら韓国を見捨てるように、日本を占領しておいて、日本を守ってる。日本を軍備、再軍備させないで、日本を代わりに守ってやると言ってるのも、いざとなったらわからないですよ。絶対に。だからこそね、日本を何とかしなきゃいけないんだけれども、今ね、最初に言ったように、日米地位協定ってのがあるから、何を国会で議論しようが、はい、政治家が、総理大臣が何腹くくろうとも、どうにもならないんです。アメリカがこうしろって言ったら、もうそれに従わざるを得ない。占領下にあるんです。で、これを打開するには、日米地位協定を破棄しなきゃいけない。で、同じ敗戦国であるドイツとイタリアは、もうすでにとっくの昔に地位協定を破棄してあるんです。日本だけなんですよ。まだ破棄してないの。知らない人多いですよね。知らない。誰も知らされてない。で、破棄しないように、歴代の総理大臣にアメリカがまあお金払ったのかなんか知りません。ね。だから、歴代の日本の首相、総理大臣は破棄しようなんて思いもしない。でも、ドイツの首相、イタリアの首相はちゃんと自国民のために血を流しても、占領軍と自国の間の地位協定をちゃんと破棄していたから、今完全なる独立国としてどんどん発展してる。日本だけですよ。全然発展しないのは。だからこそね、今こそその日米地位協定を本当は破棄できればいいんだけど、
破棄させてくれないんですよ、アメリカが。今の立場じゃ。で、不沈空母だから、はい、うん。ロシアと中国、北朝鮮に対する沈まない航空母艦が日本ですから。うん、もうこれ、ね、最前線に使いたい、はい、うん。じゃあ、このままなのかと。うん、もうそれも面白くないでしょ。そこで、この安江国夫の頭が生きてくる。ね。はい、ここで僕は、ね、もう日本はくれてやるとアメリカに。いいよ、いいよ。いいよ、はい。ただし、東京はくれてやらない。東京の年間予算額は、韓国一国の年間予算額より多いんですよ。東京一とだけで。そうですね。はい。あの東京一とだけで、あの、今の都知事さんのね、なんか、三白眼の、あの、都知事さん、テレビインタビューの毎回違う服着てくるでしょ。あれにお金がつぎ込まれてるんですよ。ね。いや、もっと若い子にならお金つぎ込みますけど。はい。それでね、僕は、どうしてもね、日本のままじゃ無理だから、この東京都を、独立させるんです。独立国として、ね。都市国家って世界中にあるんですよ。例えばバチカン、シンガポール都市国家です、うん。フランスのところにもモナコとかね。それからイタリアにも、はい。イタリアの中部よりちょっとね、上にあるサンマリノ共和国。あれも都市国家です。同じように東京も都市国家にするんです。その都市国家にするときの名前が、独立国、ヤマト。聞きましたね。なんか、はい、なんとなく聞いたことあるんです、はい、で、その独立国、ヤマトの国旗が、じゃーん、はい、来るんです。キューティーハネみたいな。キューティーハネ。はい。独立国、ヤマト。ヤマト。ね。ヤマト。宇宙戦艦、ヤマト。はい。ヤマトです。はい、このヤマトを独立国にしたら、韓国よりも年間予算上なんですよ、はい。で、韓国より広いんですよ。で、そんなバカな、東京狭いやんね。ところがね、土地は狭いんですが、東京の海まで入れたら、海洋、海まで入れたら、八丈島まで東京ですから、む、はい、ちゃくちゃあるんですよ。なるほど。そうかそうか。だから、海軍も持たなきゃいけない、空軍も持たなきゃいけない、陸軍も持たなきゃいけない。立派な国です、ね。はい。はい。で、じゃあ、そんなこと言うけど、ね、東京を独立国に認めさせるためには、国連で、どうやるのと。で、そんな必要ないんで、国連関係ないんですよ。国連ってのは、英語で言うと、ユナイテッド・ネーションズ。はい。あれは連合国って意味で。うん、つまり、第二次世界大戦の連合国側についたやつがみんな国連と称してるやつ。世界で、国連で決めなきゃいけないという理由はどこにもないんです。うん、ああ、そっか。それはもう、関係ないよ、はい、関係ないんです。あれは、はい、連合国の団体だから。うん、じゃあ、慣例で、ね、はい、世界的な今までの国際慣例にのっとって、はい、独立国と認められるにはどうすればいいのかって近隣の